はい、皆さんこんにちは、しんです。今日はソニーの廉価版エクスペリアのニューモデルが年内に発売かとリーク情報が出ております。ではこちらを見ていきましょう。こちらのテック系メディアノートブックスチェックは、廉価版のエクスペリアはエクスペリアウルトラシリーズになることもあり得ると予想しております。そして、廉価版のエクスペリアを新しい U モデルと伝えており、U はウルトラを示していると、各メディアは推測をしております。そしてエクスペリアウルトラモデル、こちらは2018年にも販売しておりました。そして、こちらのエクスペリアウルトラモデルのスペックはスナップドラゴン630、ラムは 4GB、 内蔵ストレージは 64GB を搭載、そしてマイクロ SD カードをサポートしておりました。そしてスペックなども、パワーアップして登場すると、リーカーの方も、投稿しております。こちらのエクスペリアウルトラシリーズ、登場とっても楽しみですね。はい、それでは、こちらエクスペリアの廉価版のリーク情報、こちらお伝えいたしました。では本日の動画は以上となります。では皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。